新型コロナウイルス感染症の世界的流行とは、新型コロナウイルスの感染によって引き起こされる、急性呼吸器疾患の世界的流行のことである。2019年末から流行は始まり、この新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する、過程で世界の体制を再編する事態となった。メディアを再生する、ビデオまとめ全世界が、感染症の危険にさらされたことで、ロックダウンや、 入国制限、オリンピック延期、縮小など、人類が過去に経験していない事態に陥った。パンデミックを収束させるために実施された、ロックダウンなど各種政策において、反グローバリズム、反民主主義的な措置も一部必要となり、世界の体制に大きな変化を及ぼした。コロナ以後の世界では、社会生活のオンライン化が顕著な反面、行動の自由では、 従来より大きく後退し、経済活動が大きく縮小した。外食、観光、レジャー、工業、公共交通など、未だオンライン化できない商業活動もあり、凄りの状況は、実体経済を着実に蝕むため、c o v i d ーンワクチンの接種により行動の自由を回復することが急務となっているが、ニューノーマルへの適応も始まっている。 サーズ株マイナス人が研究途上のウイルスであることから未だに先の見えない状況が続いている。2020年10月2日時点で感染は215の国と地域で起きており、感染者3420万5773人、死者102万1576人、回復者2310万4496人となった。また、 世界の感染者数は指数関数的な伸びを続けている。2021年5月には全世界で約690万人の死者が出ているという分析をワシントン州立大学が発表。風が1918年に発生したスペイン風邪のパンデミックと比較を行っていることからわかる通り人類史上最悪クラスのパンデミックと言える。 発生源とされる武漢化南海戦卸売市場の空撮。左手に見えるのが正面玄関。消毒チームが付近の消毒を行っている。2019年11月22日に中華人民共和国古北多武漢市で原因不明のウイルス性肺炎が初めて確認され、その後は武漢市内から中国大陸に感染が広がり、 中国以外の国家と地域に拡大していった。新型コロナウイルスの特徴はこれまでの重症急性呼吸器症候群や中等呼吸器症候群等と同様と思われていたが、過去にない潜伏性の高さから人類の経済活動を利用して急速に感染を拡大し、2020年1月30日に世界保健機関は6回目となる、国際的に懸念される。 公衆衛生上の緊急事態を宣言した。2月28日にはこの疾患が世界規模で流行する危険性について最高レベルの非常に高いと評価し、3月11日、テドロス・アダノム風事務局長は風の基準を逸脱してパンデミック相当との認識を表明した。パンデミック発生以降、あまりにも未曽有すぎる事態に情報が錯綜し、世界では 人種差別やイデオロギー対立などの問題も一気に顕在化した。新型コロナウイルスの流入を防ぐため、世界各国は入国制限をかけたが、新型コロナウイルスの潜伏性の高さから流行の影響は180以上の国と地域に及び、中国、韓国、イタリアやスペインをはじめとした欧州、日本、米国などでは大規模な流行が発生している。これにより、 世界各国の主要都市で相次いでロックダウンが実施され、需要やサプライチェーンを阻害したことでコロナショックと呼ばれる社会、経済的影響も引き起こしている。特にデジタル化できない事業に対する大幅な需要源とサプライチェーンの混乱が実体経済に深刻なダメージを与えた。その後行われた経済活動と感染拡大防止の両立を目指した。 世界各国の対応は難航しており、多くの国が経済活動を再開した結果、全世界の感染者数は再び指数関数的に伸び始めている。コロナショック前後の社会を区別するため、ビフォアコロナ、アフターコロナ、ポストコロナ、アンダーコロナ、ビズコロナなどの用語も提唱されている。SARS 株 -2 と呼ばれるコロナウイルスは、 中国の湖北省武漢市の武漢化南海戦、卸売市場で初めて同定された。SARS 株マイナスには、主として咳やくしゃみで出た、呼吸器飛沫あるいはドアノブなど手に触れるものを介して、インフルエンザウイルス等と同様の経路で人々の間で感染する。感染から発症までの時間は、通例5日であるが、人によって2日から14日までの幅がある。 したたかなウイルスと言われるように、宿主に感染を把握されがたくなるような特性を示し、ウイルスが非常に拡散しやすい上に、突然死にもつながりやすい。多くの場合、感染しても無症状のまま経過することが多く、感染の自覚に乏しいが、症状としては発熱、咳、息切れ、味覚、または嗅覚の異常、寒気やおかん、頭痛、喉の痛み、 筋肉の痛みなどを伴うことがある。合併症としては、肺炎や、急性呼吸急白症候群などを伴うことがある。死亡例では、患者は無自覚なまま血中酸素濃度が危険な水準まで低下し、息苦しさが現れてから病院に駆け込んでも、酸素マスクの装着が間に合わず、呼吸不全で死亡する例が多い。酸素マスクを装着するには、数時間必要であるため、 自覚症状が出ていない段階で感染者が医療機関に行く必要があるが、医療関係者でも自覚症状がなければ重症化しているかどうかは判断しがたい。SARS 株マイナス2に対しては特効のある抗ウイルス治療薬が存在せず研究が進められている。臨床では症状管理及び指示療法を主眼とした取り組みが行われている。推奨されている予防策としては、 手洗い、病気にかかっている人との距離を保つこと、さらに感染が疑われる場合には14日間の自己隔離及び経過観察をとることなどが挙げられる。一方で、PCR 検査で陽性反応が出て入院し、その後の検査で陰性となり、症状も落ち着いたため退院したが、最初の発症から2週間以上経過して、再び検査で陽性となった事例も出てきており、 サーズ株マイナス2の再活性化化別の方の再感染の可能性が指摘されている。2020年末に至り、世界各地で変異型が現れており、以前のサーズ株マイナス2よりも感染力が強まったことが確認されている。COVID-19 におけるワクチン開発の手法には、技術的ブレークスルーという観点で特筆すべきものがある。本来は人体における 安全性を担保するために数十年以上の開発期間でワクチンが開発されるが未だにワクチン開発が成功していない HIV やマラリア等の感染症が多数存在しワクチン開発を断念した SARS 等の感染症もまた存在するそのような高度な技術的混乱があるにもかかわらず経済崩壊を回避してパンデミックを収束させるためには1年未満という 超短期で開発を行う必要があった。2020年、アメリカの製薬企業のファイザーとモデルナはメッセンジャー RNA ワクチンという新技術によって従来の常識を覆してワクチン開発の期間を大幅に短縮できると主張したが実用化は COVID-19 のワクチンが最初であり安全性については未知数な部分が多い。しかし、 同年11月時点で両者の COVID-19 ワクチンは最速での実用化となる見通しで良好な治験結果も合わせて世界から最有力と目されている。11月17日、モデルナは開発中のワクチンについて94.5%の有効性があるとする暫定的な結果を発表した。11月18日、ファイザーは 開発中のワクチンについて95%の有効性があるとする最終的な分析結果を発表した。12月8日、英国で一般向けのコビット19ワクチン接種が開始された。日本では早ければ2021年2月中にも承認するかどうか結論が出る見通しで、これを見据え政府は2月下旬をめどに医療従事者、3月下旬をめどに高齢者、 その後基礎疾患のある人などに優先して接種を開始できるよう体制の整備を急いでいる。メッセンジャー RNA ワクチンの主成分である RNA は保存を考えた場合には崩壊しやすいため、調停温度でのコールドチェーンの技術開発も急がれている。また、日本企業のアンジェスからもコビと、ナインティンワクチンの第2段階の治験が開始されたことが発表され、 2021年3月頃に第2段階の知見が完了する見通しである。その後、最終段階の知見を経て同年半ば頃、ようやくアンジェスのワクチンが実用化される見通しであるため、日本は他国と比較した際にコビット1 9ワクチン開発で大きく出遅れた格好となる。しかし c o v i 1 9については感染者の把握が困難であり、 最有力とされる前述のファイザーとモデルナのメッセンジャー RNA ワクチンでも中性免疫ができない傾向が観測されている上2020年末頃より世界各地で変異型も現れてきていることから引き続き社会的規制の実施や数ヶ月おきの定期的なワクチン接種が必要になると言われているさらに COVID-19 ワクチンの中長期的な副反応は 十分に検証されておらず、未だ楽観視できない状況にある。2019年12月下旬、中華人民共和国の湖北省武漢市で、原因不明の肺炎のクラスターが発生したことが、保健当局によって報告された。最初の患者群は主に、武漢か南海線卸売市場との関連が見られた、ため、ウイルスは、動物原性感染したものと考えられている。 この感染を引き起こしたウイルスは、コウモリコロナウイルス、ザンコウコロナウイルス、および SARS コロナウイルスと密接な関連のある新たなウイルスとして、後に SARS 株マイナス2と命名された。このウイルスは、菊頭コウモリ族のコウモリに由来するものと信じられている。それ以前の12月1日に、武漢河南海線卸売市場への曝露歴も、新型ウイルスが検出された。 最初のクラスターの残りの40人との接触歴もない人において最初の症状が発生したことが報告されていたことも後に判明している。この最初のクラスターのうち3分の2は生鮮市場との関連が見られ生きた動物を売っていたことも分かった。一方、2020年11月に学術誌、つもりジャーナルで発表された イタリアの国立がん研究所の研究によると、2019年9月から2020年3月までに採取した肺がん検査受診者の血液検体を調べたところ、11.6%の検体から新型コロナウイルスに特異的な抗体が検出されており、2019年9月に採取した検体でも14%から検出された。このことから、湖北省武漢市で報告された。 前述の症例より以前から世界にウイルスが広まっていた可能性があることも指摘されている。2020年1月31日、世界保健機関は感染症の発生を受けて国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言した。フーのテドロス・アダノム事務局長は2月24日の時点で世界の他の地域でこの疾病の市中感染が持続している。 可能性があったにもかかわらず、かなりの数の症例を回避するためと、ウイルスに対する中国の対応への称賛を維持していた。3月20日には、風の事務局長談話において、喫煙はナインティ1 9の重症化リスクを高めるとの発表を行っている。2020年9月30日現在、ナインティ1 9が原因で100万人以上の死亡者が出ている。 中国の国家衛生健康委員会によると死亡した人の大多数は高齢者であった。死亡者の約80%は60歳以上の高齢者で75%は心血管疾患や糖尿病などの持病があった。COVID-19 で死亡した人に関して症状が発症してから死に至るまでの日数は6日から41日までの幅があり、 中央値は14日であることが示されている。コビト19パンデミックにより、人々のメンタルヘルスは著しく悪化している。抑うつの有病率は OECD 諸国において倍増した。人々が最も精神的苦痛を感じたのは2020年の3から4月の間であった。2019年8月2020年6月時点の情報として、 デジタル伝染病学に基づいたボストン大学のイレーン・ゾイジーラの研究チームが2018年1月から2020年4月に撮影された武漢市の衛星写真111枚の分析結果やインターネット検索エンジン100度での特定の症状が検索された頻度などから COVID-19 に特有の症状とされる下痢の検索数が8月に急増しており8月には 新型コロナウイルスの流行が始まっていた可能性があるとともに、下痢が市中感染において重要な役割を果たした可能性があると指摘した。しかし同研究ではコナインティーンによるものかどうか、何ら客観的な事実は判明していない。2019年9月2020年11月現在、イタリア国立がん研究所の研究によると、 2019年9月から2020年3月までに肺がん検査を受診した受診者から採取した血液を調べたところ11.6%の受診者から新型コロナウイルスに特異的な抗体を検出。このうち14%は2019年9月、30%は2020年2月に採取された検体から新型ウイルスの抗体ができていたことが検出され、 後に、中華人民共和国の湖北省武漢市で報告された、症令より以前から世界にウイルスが広まっていた可能性があることが後に発表された。ただし、このイタリア国立がん研究所の研究には批判が集まっており、たとえ昨年9月にイタリアで新型コロナウイルスが存在していたとしても、必ずしもそこが起源だということにはならないという指摘もある。 2019年11月2019年12月2020年1月世界的に貿易体制が敷かれ武漢市に対して各国民を帰還させるチャーター便が送られるとともに中国以外の国では中国を経由しているクルーズ客船から下船できない乗客も現れたサーズ株が流行した2003年時点よりもグローバル化が進み サーズ株マイナス2感染者に無症状の場合も多いという特徴もあって貿易が難しくサーズ株マイナス2は急速に世界中に広まっていった。またネットとマスメディア双方がコロナの話題で埋め尽くされ不正確な情報が大量に飛び交うインフォデミック状態に陥った。困窮状態にある消費者心理につけ込んだ生活必需品の高額転売なども起きた。 2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月二1021年1月二1021年2月に1021年3月に1021年4月2021年5月2021年6月2021年 2021年7月初期の感染の中心地とされる武漢ナ南海戦、おっろ売市場は名目上水産物専門の市場であるが、記者の調査によると様々な野生動物も、同地で取引、処理されていた。湘南山や中国科学院の研究グループによると、今回も SARS と同じく感染源がコウモリであり、 タケネズミアナグマヘビセンザンコウなどの野生動物を介在して人に感染したとみられるとされている。感染経路は他のコロナウイルスと同じく飛沫感染と接触感染であるがエアロゾル感染の可能性もあるとみられる。しかし2020年2月24日には中国、科学院など中国政府系の研究機関が発生源が武漢市の海鮮市場ではない可能性を示す。 研究結果を公表した。12カ国から集められたウイルスの遺伝子データの解析の結果、複数のタイプが見つかり、それぞれの拡散状況などから、ウイルスは他の地域で発生し、その後、武漢市の海鮮市場で拡散した可能性があるとし、二千十九年十二月八日と二千二十年一月六日の二回、大きな拡散があり、二千十九年十一月下旬か十二月の はじめには、すでに人から人への感染が起きていた可能性を指摘した。また、湖北省武漢の当局は、これまで最も早く発症したとされていた患者は、武将区に住んでおり、感染源と指摘された海鮮市場に行っていなかったことが明らかになった。1月24日、伝染病の患者を収容する武漢金銀単委員、及び中国呼吸系統疾病臨床医学、 研究中心の研究グループは医学誌ランセットで最初の41人の感染者を研究する論文を発表した。論文によると病原体のウイルスは人から人への感染は明らかで発症初期に発熱の症状がない例もある。またそのうち27人はカナン海鮮卸売市場に行ったことがあったが12月1日に発症した最初の患者は カナン海鮮卸売市場へ行ったことがない。なお、最初の41人の感染者の死亡率は15%であり、SARS と同じレベルである。同じ日付の香港大学、猿国有教授の論文によると、関東省新選市に居住する一家6人で、武漢市に行った後、5人の感染が確認された。うち1人はさらに新鮮で現地の1人を感染させた。また、 この5人の感染者のうち1人の子供は感染しながら発症しなかったため知らずに周りの人を感染させた可能性も高いとみられる。2月7日、武漢大学病院で検出された感染者数のうち4割は同大学病院で院内感染したものだという内容の論文が発表された。集団感染の事例としては札幌雪まつりでの屋台、住宅設備展示会、 病院と福祉施設でクラスターが発生した。3月3日には日本の集団感染9件では、そこからつながりのある感染者数が80人以上になることが分かった。これは調査対象となった感染者260人のうち約30%を占める。韓国での感染者の行動履歴の事例では、はじめにキリスト教会で集団感染が発生し、 内和人が老人福祉施設の食堂で食事をして5人が感染。さらにその福祉施設会員の感染が病院で確認され、さらにその病院で院内感染が発生した。10人以上への感染拡大の感染源となった患者をスーパースプレッターという。韓国のマーズ流行では特定の数名がスーパースプレッターで1人から86人に感染させた患者もいた。 日本での新型コロナウイルス感染者の8割は他人に感染させていないが残りの2割が1人以上の人に感染させており1人から9人へ感染させた事例や1人から12人へ感染させた事例もある感染症専門医、靴な検事もスーパースプレッダーにならないためには密集空間を避けるべきだとしている2月7日 武漢大学病院で検出された感染者のうち4割は同大学病院で院内感染したと発表された。患者138人のうち41%が院内感染で、17人が入院患者、40人が医療スタッフだった。韓国でも軽症北道の病院で院内感染が発生した。日本の病院でも、牧田総合病院、相模原中央病院、 相模原共同病院、再生会有田病院、国立循環器病研究センターなどで院内感染が発生し、一時的に休診となった。以下では中国政府の対応及び関連事象も扱う。2019年12月2020年1月2020年1月時点では中国の対策は2003年の SARS 流行時と比較して、 一部の外国の首脳らから称賛された。トランプ米大統領やドイツのイエンス・シュパーン保健相は中国の懸命な対策とその透明性は SARS の時とは大きな違いがあると称賛した。シンガポールのハリマヤコブ大統領、リー・シェンロン首相、ロシアのプーチン大統領らは迅速で断固とした対応を称賛した。感染が拡大するに従い、世界各国で旅行制限、 検疫、外出禁止令などの公衆衛生上の対応が取られた。感染源となった武漢をはじめとする地域がロックダウンされたり、各地で様々な外出禁止措置が取られたりしたほか、感染者を含む乗客を乗せた英国船籍のクルーズ客船ダイヤモンドプリンセス号が日本近海で検疫を受けたり、イタリアでも全土で移動制限措置が取られたりした。 一部の空港や鉄道駅では、体温チェックや健康状態の申告書の提出を求めるなどのスクリーニング方法が実施され始めている。また、市中感染が進行中の地域への渡航に対する注意、警戒情報の発令や実際に感染地域からの渡航を制限、停止するなど、渡航規制の強化、さらに EU などで国境を封鎖する国も出てきている。 医薬品を使わない介入による集団感染緩和策流行のピークを遅延させるピーク時の医療への負荷を下げるために曲線を平坦化する感染者数と健康への影響を減らす感染ピークを遅らせるための緩和策により医療機関はより適切に治療負荷を管理できる同様に人員や設備の増加などによって医療機関のキャパシティが大きくなると 患者の増加に対応できるようになる。集団感染緩和策不十分であると、感染急増の緩和後、再び感染が増える可能性がある。医薬品を使わない対策、介入は、集団感染緩和策とも呼ばれ、以下の対策、予防が含まれる。ミラノリナーテ空港での発熱検査、新型ウイルスに対して人間は免疫を持って、 いないので感染が拡大するが、ワクチンが使用できない場合は、ウンピスは感染を制御する有効な方法とされる。これまでの疫学解析で最も有効な対策の組み合わせを最適なタイミングで実施することで、かなりの程度被害が抑えられる。日本における感染予防に関する、指針厚生労働省は2020年3月1日、 これまでの日本の集団感染事例にスポーツジム、屋形船、ビュッフェスタイルの会食、ジャンソー、スキーのゲストハウス、密閉された仮設テントなどがあったとし、換気が悪く人が密集して過ごす、空間、不特定多数の人が接触する場所に行くことを避けるよう勧告した。新型コロナウイルス感染症対策専門家会議は3月9日、これまで、 集団感染が確認された場所は、1、換気の悪い密閉空間、2、多くの人が密集、3、近距離での会話や発声という3つが重なった場であり、このような場所を避けるよう勧告した。同会議は、集団感染を防ぐために以下を強く推奨した。換気のために窓を開ける会場を広くし、お互いの距離を1から2メートル開ける近距離での会話や発声。 交渉を避ける3月12日、第一種感染症指定医療機関である都立、駒込病院の今村健史感染症課長は、現在の日本の状況では、流行を抑えるために一番重要なのは、クラスター対策であるとする。クラスターの中で複数の人に感染を広げている、人が見つかったら、徹底的に接触者を取らざるを得なくなると懸念した。その上で引き続き、 集団感染の早期発見、重症者への集中治療の充実と医療提供体制の確保を維持し、また各地域は感染状況に応じて密閉空間でのイベントや集会など感染リスクの高いものは徹底的に回避しながら感染が拡大していない地域においては感染リスクの低い活動から徐々に解除することもあり得るとした。上記までの見解を踏まえ、 新型コロナウイルス厚生労働省対策本部では、リスク要因の一つである、換気の悪い密閉空間を改善するため、多数の人が利用する商業施設等において、どのような換気を行えば良いのかについて、有識者の意見を聴取しつつ、文献、国際機関の基準、国内法令基準等を考察し、推奨される換気の方法として、 換気の悪い密閉空間を改善するための換気の方法を取りまとめた。3月28日、新型コロナウイルス感染症対策本部より、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が発表され、この中で感染者を抑えること、医療提供体制や社会機能を維持することが重要であり、3つの密を避けること、疫学調査等による、 クラスター発生の封じ込めが推進された。なお、この3つの密のある空間は、3密と表現され、広報されている。集団免疫に関する議論集団免疫のモデル。感染者、免疫を持っていない人、免疫を持っている人1、上段図では、免疫を持っている人がいないため感染が激増する。2、中段図では、集団の少数に免疫を持つ人がいる。 3. 下段図では、集団の大多数が免疫を持っている。その結果、上段図のような状況と比べて、感染の拡大は圧倒的に抑えられる。日本の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議は3月2日に、感染症の中には、大多数の人々が感染をすることによって、感染の連鎖が断ち切られ、感染していない人を保護する仕組みが機能できるとして、 集団免疫の考えに言及した。集団免疫は、市中感染が拡大する以前の隔離政策、またワクチンがない場合の対策としてみなされている。新型コロナウイルスと同じコロナウイルスである、ヒトコロナウイルスを送る43について、集団免疫が成立しているかもしれないという説がある。このウイルスは、19世紀末に100万人が死亡した。 大流行の現況の可能性があるが、現在では季節性の風に過ぎない。イギリスでの集団免疫についての議論3月12日に英国政府は集団免疫で対策すると表明した。3月14日、イギリスの科学者は社会距離戦略の即時実施提言を発表し、政府の対応は不十分で、もっと厳しい社会距離戦略を速やかに実施すれば、 国内の感染拡大を劇的に遅らせ、数万人の命を救うと主張した3月16日までに501人署名。また、現時点で集団免疫を追求するのは有効ではないとした。バーミンガム大学のウィレム・ファンシャイク教授は集団免疫の効果を目指すには国内だけで3600万人が感染し、回復しなくてはならないが、その人的コストの予測は 不可能で数万人から数十万人が死亡するとし、NHS がパンクしてしまわないよう、数百万人の感染が長期間にわたり、散発的に起きるように流行期間を引き延ばすしかない、と述べた。イギリス保健省は、集団感染は、我々の行動計画の一部ではなく、感染症流行の自然な副産物だ。人命を救い、 最も弱い立場の人たちを守り、NHS の負担を軽減することが、私たちの目標だとし、感染対策はすでに封じ込めフェーズを過ぎて、感染拡大を遅らせる段階に来ている、今後数ヶ月の間に、国内の免疫力が、どういうレベルになるか、予測できていると反論した。流行の発生を受けて、宣言県内のほとんどの国と地域、およびアルメニア、オーストラリア、 インド、イラク、インドネシア、カザフスタン、クウェート、マレーシア、モルディブ、モンゴル、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、スリランカ、台湾、ベトナム、およびアメリカ合衆国が中国市民や最近中国を訪問した者に対する一時、入国禁止や中国市民に対する詐称の発行停止および詐称発行要件の強化を実施している。サモアに至っては、 中国での滞在歴がある自国民の入国さえも拒否し始めており、その決定の適法性をめぐって広く非難を呼んでいる。欧州連合は宣言協定を一時効力停止して、イタリアとの間に国境管理を導入する考えを拒否した。日本からの渡航者に対し入国制限をしている国が2020年3月27日時点で176カ国、地域、世界の 約9割に相当し、2月25日時点の7、カ国から25倍となった。また、3月31日時点で日本は、アメリカ、ヨーロッパ、中国、韓国を、渡航中止韓国と入国拒否の対象国に指定する、ことを決定した。3月5日、日本政府は、韓国手口で大規模感染が見られたことを理由として、 第三国の国籍者を含む韓国からの渡航者に対して2週間の隔離措置とビザ免除措置の一時停止を発表。韓国政府は翌日、日本政府の決定に対する外交的報復措置として、日本人のみを対象としてビザ免除措置の効力を停止したほか、すでに発給済みのビザを無効とした。アメリカは3月13日に、 宣言協定締結国26カ国に対し30日間の入国禁止を実施。16日には制限をアイルランドとイギリスにも拡大する。19日にはアメリカの全国民に海外渡航の中止を求める勧告を出した。北朝鮮は1月21日に中国からの旅行客の受け入れを中止し、事実上の国境封鎖を行った。ウクライナは 武漢から自国民及び外国市民を避難させた。武漢市及び湖北省で公共交通が封鎖されたため、いくつかの国は中国当局による離着陸許可を得てチャーター便を停配して、同地域から自国民及び外交職員を本国へ避難させることを計画した。カナダ、アメリカ合衆国、日本、インド、フランス、オーストラリア、スリランカ、ドイツ、 おびタイは、早くから自国民の避難を計画していた。一方、パキスタンは中国から自国民を避難させないと、厳明した。2020年2月7日、ブラジルは34名のブラジル人や家族、おび4名のポーランド人、1名の中国人、1名のインド人を避難させた。このポーランド人、中国人、インド人は、 ブラジル機が本国へ向かう途中に降り立ったポーランドで降期した。本国に帰国したブラジル国民はブラジリア近くの軍基地で検疫された。同日、215名のカナダ人が中国の武漢からカナダ軍基地トレントンへ避難し、2週間検疫された。2月11日、別の便で185名のカナダ人が武漢からカナダ軍基地トレントンに到着した。 オーストラリア当局は2月3日と4日に277名の国民を検疫施設に転用したクリスマス島にある収容所に避難させ、そこで14日間待機させた。ニュージーランドの避難者を乗せた航空便は2月5日にオークランドに到着し、オークランドの北ファンガパラワにある海軍基地で検疫された。アメリカ合衆国はクルーズ船、 ダイヤモンド・プリンセス・号に乗船しているアメリカ人を避難させると発表した。2月21日、ダイヤモンド・プリンセス・号から避難した129名のカナダ人を乗せた航空機がオンタリオ州トレントンに到着した。インド政府は国民をイランから避難させるため空軍を向かわせる予定であることを発表した。各国での学校閉鎖の状況を一部地域の学校を閉鎖した国。 地域全国の学校を閉鎖した国、地域世界各国で集団感染を防ぐために学校や大学が閉鎖され、少なくとも15億人の児童、生徒、学生が影響を受けている。また、国連教育科学文化機関は、世界各国で学校を閉鎖していることによる教育の中断を懸念し、遠隔学習プログラムの実施を推奨している。 武漢でのナインティ1 9のパンデミックが抑制され、イオンモールは営業を再開しました。規制により人通りがなくなったスペインの通りフランス・パリの地下鉄駅風は、デドロス・アダノム事務局長が中国の流行管理に対するアプローチを信頼していると表明し、一般の人々に対しては冷静さを保つよう呼びかけ、中国当局の流行への対処 および封じ込めの取り組みを称賛した。風は2003年の SARS 流行時に中国当局が情報を秘密にしたことによって流行の予防および封じ込めの取り組みが遅れた結果避難されたことと対象して現在の危機的状況について中央政府が定期的に情報を更新したことによって旧正月の休日に入る前にパニックを回避したと述べた。 2020年1月23日、中央当局が武漢の公共交通機関の運行禁止措置の実施を決定したことに反応して、風のガウデンガレア中国代表は確かに風が推奨していることではないとしつつ、交通機関が最も集中している。この地域で流行を封じ込めるために、積極的な関与をした非常に重要な指示だったと話し、この禁止措置について、 公衆衛生の歴史上、前例のない試みと呼んだ。また、中国での人から人への感染は主に家族や患者の治療にあたる医療従事者にとどまっているほか、中国の外では人から人への感染が確認されていないことなどから、このケースが現時点では国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態には該当しないとしたが、中国政府に対し感染源や 感染経路の特定をフーなどと協力して行うよう求めた。1月24日、フーは最新の報告書を発表し、ベトナムのケースについて人から人への感染が起きたと見られると明らかにした。同じくコロナウイルスで過去に流行したマーズやサーズと同じように、咳やくしゃみなどで飛び散るしぶきや直接的な接触などで感染する可能性があるとして、 対策を呼びかけている。1月31日、中国国外で人から人への感染が確認され、その他の国々で感染者数が増加したことを受けて、風は流行事態に関して国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言した。2009年のブタインフルエンザの世界的流行時に初めて発動されてから6度目となるフィックの宣言となった。 テドロス事務局長はフィックについて今回の事例では中国における不信任決議ではなかったが全世界的な特に強固な医療体制が整っていない程中所特諸国への感染拡大のリスクがあるため宣言に至ったことを明らかにした渡航制限の実施に対しては国際的な旅行及び通商に不必要に干渉する方法を取る理由はないとし フーは貿易及び移動を制限することは推奨しないと述べた。一部報道では、フーはテドロス事務局長の出身地が中国から多額の援助を受けているエチオピアであるため、中国の措置を称賛して出入国制限を勧告しないなどご手に回り、さらに空路による感染防止に関する情報を加盟国に提供している国際機関である ICAO も、 劉カオロジム局長が中国出身ということで、風と共に国際機関への中国の影響力によって排除された台湾がエアポケットになっていると報じられた。2月2日、風は世界的に伝染病が流行するパンデミックのように誤った情報が拡散されるインフォデミックが新型コロナウイルスに便乗して起きているとする注意喚起を行った。2月3日、 フーの報道官は中国に他国籍の専門家チームが派遣されることを発表した。2月5日、フーは、たとえウイルスが現れたとしてもウイルスに感染した人を検出する体制が整っていない低所得諸国の体制整備が喫緊の課題であるとして、それらの国々の戦略的な感染防止のための基金に6億7500万ドルを寄付するよう国際社会に向けて呼びかけた。 さらに、テドロス事務局長は、我々の強さは最も弱い人々との絆によって、決まると述べ、国際社会に対して、共投資することです。さもなくば、後々より多く支払うことになるでしょうとの声明を発表した。2月11日、風は記者会見で、疾病の名称をナインティ1 9と定めたと発表した。同日発表された、別の声明で、 テドロス事務局長は国連のアントニオグテーレス事務総長と短い話をして国連の総力を挙げて対応に当たるとの同意を得たことを明らかにした。その結果国連の危機管理チームが立ち上げられ国際連合機関全体の対応の調整を図りフーはチームが医療対応に焦点を絞れるようにし他方で他の機関がその専門的知識を持って 流行が世界の社会、経済及び開発にもたらす、幅広い影響に立ち向かうことができるようにした。2月14日、フーの主導で中国との合同ミッションチームが立ち上げられ、国際的な風の専門家が現地に入り、中国国内の流行管理を支援し、ワークショップを開催して、疾病の重症度及び伝染性を評価し、国家級の重要な機関との会合を持ち、 野外視察を指導し、都市部と農村部を含む、昇級及び研究での流行対応活動の影響を,を評価した。2月24日、フ風はパンデミックとは呼ばないことを発表した。2月25日、フ風は世界は起こりうる新型コロナウイルスのパンデミックへの備えをますます進めるべきであると宣言し、現時点の流行状況をパンデミックと呼ぶには時期尚早だが、それでも、 なお、諸国はそれへの備えをするべき局面にあると述べた。イランで新型コロナウイルスの流行が拡大している事例に対しては同日風が合同ミッションチームをイランに派遣し、同国の状況を見極めると発表した。2月28日、風の当局者は全世界規模での新型コロナウイルスの脅威の評価が高いから、警戒、危険度評価基準のうち最高レベルの 非常に高いに引き上げられることを発表した。フーの緊急事態プログラムの統括責任者を務めるマイクライアンが声明で、ここに地球上のすべての政府が行うべき現実を把握する方法がある。目を覚ますこと、準備をすることだ。近づいてきているであろう、このウイルスに備えておく必要がある。自国民に対する義務があり、世界に対して、 準備を整えておく義務があると警鐘を鳴らし、正しい対応策を取れば、世界を救うことができ、最悪の事態を回避することができると呼びかけた。さらに、ライアンは、現在のデータでは、公衆衛生当局者が、全世界的なパンデミックを宣言する正当な根拠にはならないと述べ、パンデミック宣言は、我々が本来認めている通り、地球上のすべての人間が、 ウイルスにさらされているという意味になるだろうと話した。3月6日、新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスの違いについてまとめた報告書を発表した。3月11日、フーのテドロス事務局長はこの流行事態についてパンデミック相当との見解を初めて示した。2020年1月中旬に発行された旅行医学専門誌、ジャーナル・オブ・トラベル・メディシン上では、 国際航空旅客動態を分析することにより、感染拡大経路パターンの予測を立てた記事が掲載された。それによると、国際航空運送協会が公表した2018年の旅客動態データに基づき、武漢からの旅客量が最も多い20都市の中で、バンコク、香港、東京及び台北が上位4都市に挙げられている。 インドネシアのバリ州は感染症への対応能力が最も低い地域とされ、日本の東京と大阪市及びオーストラリアのシドニーとメルボルンは対応能力が最も高い都市とみなされている。1月24日、イギリスのランカスター大学とグラスゴー大学、そしてアメリカのフロリダ大学の研究者からなる研究チームが2月4日までに武漢だけで感染者が35万人を超える。 可能性を示した科学論文を発表した。また、同研究チームは、武漢で感染したと診断された患者は、実際の感染者数の5.1%だという。つまり、感染者の95%は感染したと診断されていない、もしくは自覚のない患者ということになる。さらに同研究チームは、一人の感染者が、 他の人に伝染させる可能性のある人数を3.6人から4.0人と予測。風の1.24人から2.5人という予測より、はるかに多い。2月4日、東北大学医学系研究科教授で医師のお下に、人氏が中国が初期対応として、サーズ流行時と同等の対策を取ったが、疫学的特徴が異なるために感染が広がったのではないかと推測し、 現状では封じ込め対策よりも被害を抑える行動にシフトすること、中国や風への批判は利益がなく国際社会が協力すべきだという意見を表明している。1929年の世界強行以来の大きな世界経済交代であるコロナショックが起きた。経済的にも打撃は大きく国際通貨基金は2020年の世界 GDP 成長率がマイナス4.4%になるとの予測を発表した。この負の成長率は2008年のリーマンショック時のマイナス0.1%をはるかに超える値で、1929年の世界恐慌以来の大恐慌となり、各界でコロナショックとも称された。金融市場のみが混乱したリーマンショックよりも実体経済が破壊され、民間企業、 特に中小企業で倒産、解雇、雇い止め賃下げ、賞与減が相次いでいるという意味ではコロナショックの方が性質が悪いと言われている。感染拡大は加速し続けているため経済回復の目処も立っていない。この状況下で20世紀末から順次整備されてきたオンライン環境を使ってシャットインエコノミーの実践が始まり、外出時はソーシャルディスタンスを確保するなど、 世界経済は IT を最大限活用する方向に変化して行った。デジタル化の急進により、オンラインサービスを提供する IT 企業の業績は伸びており、新型コロナウイルスは期せずして経済におけるゲームチェンジャーとなった。 例えば IT 業界トップ企業群と言われる5ファームのうち、マイクロソフトは2020年4から6月期で、アズール関連の売上高は47%増加、Xbox 関連の売上高は64%増加、サーフェイス関連の売上高は28%増加した。この収支報告の中で、同社 CEO のサティアナデラは、COVID-19 は、 私たちの仕事と生活のあらゆる側面に影響を与え、この2ヶ月間で2年分のデジタルトランスフォーメーションが見られたと述べている。また、インターネットインフラへの高負荷発生が報告されており、緊急時におけるインターネットインフラの重要性が明らかとなった。世界最大のコンテンツデリバリネットワークにより、インターネット通信量の15から30%を、 取り仕切っているとされる赤イテクノロジーズはウェブのトラフィックが最大で前年比2倍にも増加したことを確認しており未経験のトラフィック量であるが遅延なくコンテンツ配信が行えているとのことであるこの経済活動の変化は政財界でニューノーマルとして認識された東アジア系外国人などに対する排外感情及び人種差別の事例や 主に SNS を中心にオンラインメディアでウイルスに関する事実無根の憶測や陰謀論の拡散など関連した誤情報などの事例が報告されている。この現象について、風はインフォデミックという信号を提唱し注意喚起を行っている。コロナショック以降、経済活動を進める上でオンラインの利活用が必須になった。時期により2019年までのビフォーコロナ、 2020年以降、コロナ収束までのウィズコロナ、コロナ収束後のアフターコロナと分けられるような経済システムの変化が予測されている。ウィズコロナの時代において、社会が混乱状態に陥ったが、これをチャンスと捉え、平時では時間がかかる入学、入社時期の変更、手続きの簡素化、デジタルトランスフォーメーションを加速する動きがある。また、従来存在しなかった、 シャットインエコノミーの出現が確認されている。シャットインエコノミーでは、デリバリーやオンラインに依存した経済活動となり、物理的な要素が重要なほとんどの文化が存亡の危機に陥った。ウィズコロナ時代の変化新型コロナウイルスからの緊急避難の過程で下記のような変化が起きた。パンデミックへ乗り換え九百十八年から百二十一年にかけて、 世界で流行したスペイン風邪の記録資料、流行性官房、スペイン風邪大流行の記録が2020年4月30日まで Web で無料公開され、重版された。同書は内務省衛生局が1921年に作成したものである。2020年東京オリンピックへの影響緊急事態宣言の発出世界各国が緊急事態であると認識し、 国民に対する行動制限を行った。日本では史上初めて緊急事態宣言が発出される事態となった。当初は2020年4月7日から5月6日までの1ヶ月の期間を設定していたが収束の傾向が見えずワクチンによる集団免疫も確立されていないことから期間延長の議論が政府内で開始され4月29日には全国知事会の会合で 東京都をはじめ大半の知事から緊急事態宣言の延長を求める声が相次いだ。政府の専門家会議も非公式会合で全国を対象に引き続き宣言を延長すべきだという認識で一致した。4月30日には安倍首相が記者会見で5月7日からかつての日常に戻ることは困難として宣言を延長する意向を表明した。政府は 対象地域を全国としたまま、1ヶ月程度延長する方向で調整を進め、5月1日の専門家会議で現況の分析や判断基準の明確化を行った後、宣言が執行する直前の5月4日に延長期間を5月31日までと決定し、公表した。その後緊急事態宣言の一部解除を5月14日と5月21日に行い、5月25日に 全面解除された。ありがとうございます。